命令。両隊員はこの命令書に従って某地点まで行き、そこである男に会い、彼の指揮下に入れ。はは。重大な任務だ。誰にも気づかれないように基地を出るんだ。いいな。はは。号だ。あれに乗るんですね。さすがは地球防衛軍の誇る心臓原子力船だ。かっこいいな。僕も一度は乗ってみたかったんですよ。ダン、遊覧船じゃないぞ。じゃあここで成功に乗ってます。ありがとう。故障ですか。見てあげましょう。どこも悪くないですよ。こちらです。どうも。竹中参謀。驚いたかね。はあ。まあ、かけたまえ。はあ。この船に乗ってる間、君たちの指揮は僕が取る。はあ。どうだね、マックス号の乗り心地は。いかなるアクシデントにも耐えうるように、あらゆる科学の粋を集めて作られているんだ。この部屋も機密装置になっている。立派なもんだろ。参謀、ん？それより、マックス号は一体どこへ向かってるんですか？地獄だ。なんですって？いや。場合によっては本当に地獄行きだぞ。ここだ。説明しよう。
1ヶ月前にこの地点で我が国の原子力タンカー2隻が相次いで消息を絶ったんだ。ついで1週間前、原因調査のため出動した海上保安庁の調査船までがやられてしまった。当時の海洋気象の条件から見て単なる遭難とは考えられない。いろいろと検討した結果、何者かの陰謀ではないかという説が出て、事件の調査は極秘に進められることになったんだ。それで我々の任務は、消息を絶った船の捜索と陰謀団を突き止め、それを撃滅することだ。だがまだ何の手がかりもつかめていない。逆にこのマックス号がやられるかもしれん。乗組員たちはもちろんそのことは確保している。君たちもいいな。はっ。ねえ、何があったの？そいつは僕も知りたいんだ。だって自分でやったことでしょ。うん。これでよしっと。もう絶対乱暴しちゃ嫌よ。うん、うん、そうだわ。ダンにいいものあげる。お守りよ。これでどんな時でも大丈夫。アンヌがついてるわ。女は初めからウルトライを狙っていたのだ。クソ、なんてうかつなことを。ダン。参謀、あと1分でタンカーが消息を絶った問題の地点です。エンジンストップ。何も起こりそうにないね。相手が地球防衛軍として尻尾を回ったんでしょう。こちら本部、こちら本部。よし、ウルトラホーク1号出動スタンバイ。ダン、一緒に来い。はい。古橋、君は念のため大気圏外を調べてくれ。了解。ウルトラホーク2号出動スタンバイ。ボスゲーオープン、ボスゲーオープン。ウルトラホーク1号は2時間にわたってマックス号を捜索したが、何の手がかりもつかむことはできなかった。その頃、宇宙に飛び立ったホーク2号は
より本部へ。畜生、故障でやがら。どうしたんだよ我々は。表を見てみろ。宇宙空間だ。どうやって運ばれてきたんだ。船ごと太平洋から宇宙へ運ばれてきたんだ。現在そんなことができるのは それは我々ゴドラ星人だけだ。クソ、やめてまい。今さら無駄なことだ。なぜこんなことをしたんだ。こうして船を隠せば地球防衛軍の注意力は船の消失した海域に集中する。その隙に我々は地球を征服するだろう。この船の乗組員たちはどうした。抵抗したので宇宙の大海原に放り出してやったんだ。ご苦労様、いかがでした。隊長、フロアシュタインと連絡が取れません。通信機の故障だと思われます。おかしいな。ホーク2号の通信機は今朝調べたところだ。異常はなかったぞ。何かあったんでしょうか。隊長、ウルトラホーク2号が帰還します。ああ、無事でよかった。心配したわよ。いや、通信機のヒューズが飛んじゃってね。ごめんごめん。やっぱり。で、宇宙の方はどうだった。あ、マックス号はどこにも見当たりませんね。こうなったら地球防衛軍の総力を挙げて太平洋の海底捜査を行うべきですね。海底捜査はね。こうなった以上はですよ、各方面の協力を得て徹底的に海の底を洗う。おかしい。なぜだろう。古橋隊員とは思えない。僕の六感がそう教えるのだ。何か違う。まだだ。正体を現せ。さすがは諸星団、いやウルトラセブンだ。いいところへ来た。飛んでいてにいる夏の虫とはこのことだ。この原子炉が爆発すると同時に君は永久にこの地球から消えるのだ。そうはさせんぞ。
原子炉が爆発するまでおとなしく寝ているんだ、ウルトラセブン。あと15分で君の体は木っ端みじんさ。ウルトラセブン。ウルトラセブンだけではない。あと15分もすれば地球防衛軍は原子の粒となって吹っ飛んでしまうだろう。地下18階の第二動力室に次元爆弾をセットしたところだ。ウルトラセブンも倒されたのか。待て、そんなはずはない。ウルトラセブンが倒されたのなら我々を生かしておくわけがない。万一の場合に我々を人質にするつもりなのだ。ということはウルトラセブンはまだ健在だ。うん、冷静に考えるんだ。は15分以内に飛行脱出して次元爆弾のことを連絡しなければ大変なことになる。ちくしょう、無線が使えたらな。今さらそんなこと言ったって。参謀、マックス号には確か観測用ロケットが積んでありましたね。おう、そうだ。ロケットは一人乗りだ。誰が行く？私は行きます。そうか、頼むぞ。はその前に戸口の見張りを倒すんだ。いいな、うん、おい開けろ。おい開けてくれ。発射スタンバイ。5、4、3、2。しかし天城隊員はあの体でよくコースを間違えなかったな。そこがウルトラ警備隊だよ。我々とは出来が違うよ、うん、とにかくマックス号はどうかに生存していることは分かったわけだ。はあ、ダン、もう傷は治ったの？ゴドラ星人の不思議なカプセルに閉じ込められた諸星ダンは必死に脱出を試みていた。だが努力も虚しく、原子炉爆破の時刻は刻一刻と迫っていた。おい君、助けてくれ。僕をこのカプセルから出してくれ。恐るべきやつだ。どうやって基地に侵入できたんだ。もう全ては終わりよ。あと3分でこの基地は爆破されるわ。なぜだ、なぜ逃げようとしないのだ。それはもとより覚悟の上、地球防衛軍と共に滅びること、それが私に与えられた使命なのさ。
爆弾が爆発する。時限爆弾、どこだ、どこにあるんだ。第二動力室の原子炉のそば。第二動力室だな。隊長、時限爆弾を早く、待て、ウルトラセブン。アンヌ、それはダンじゃない、ゴドラ星人だ。えっ、基地は救われた。ありがとう。隊長、これを私に。マックス号はゴドラ星人に占領された。早く脱出しよう。よし、酸素ボンベを。うん。無事だったのね。